ナギちゃん可愛いから嬉しいです。ん？ナギちゃんみたいに可愛くなれると思いますか？あー、絶対！何あれ、超見える、超見える。はあ、せっかくの休日なのになんで私がわざわざこんなやつと。明日2時半駅前、遅刻したらぶっ殺す。あ、そうそう、あんた合宿行くんだって？うん、私もついていくことになったから、よろしく。セットの紅茶にこんなに上質な茶葉を使うなんて、おもてなしの気持ちが伝わってくるよ。ですからしっかり覚えていただかなければ困るのです。構いませんが、後で新館長に叱られるのはマイン様です。ずっとそばで見てたからな。俺のやりてえことはシンプルだ。バジさんの力になりて。部活頑張んのもいいけど、人生は楽しめる時に楽しまないと。真面目もほどほどにな。どこがだよ。話し方は可愛げねえし、露出が多くて下品だし、俺らみたいな日陰者をバカにしてて心底関わりたくない人種だ。熱も下がれば咳も止まる。まあ味がそのすごく怪しいですね。でもきっと役に立つぜ。持ってきてくれるかなって。だからすっごい嬉しい。ありがとうナホ。結構可愛いし、俺の好みとはちょっと違うけどさ、部活でずっと一緒だろ二人で。意識とかしないの？本気でアイドル。本気ならうちの事務所に入りなさい。いちごプロは十数年ぶりに新規アイドルグループを立ち上げます。うち神梨のぞみ18歳、この春高校卒業して軽度の選手になります。ゆうかー、何何、私ハチ公前にいるよ。ちょっと待った、何をのけ者にして私も仲間に入れなさいよな。まさかこうして毎日電話するようになるなんてね。ありがとうふみ。なんも。すごいね、そんな人たちと戦うなんて。じゃあひなたは小さな巨人だね。えこっちこそごめん。え、人間の世界に行かなかったら好きなままでいられたよね。私が止めればよかった。あの、そしたらさ、二人いるんだし、イサキも一緒に。手、下がってきてる。はい。ん？お前んとこは？親は何の仕事してんだ？レベルによっちゃお前は友達に加えてやってもいいぞ。犬神さんは獣のことなら何でもする探偵なんですよね。犬神さんのところで働けば俺は両親に会えますか？わいせつ行為を画策しているなら拒否する。そして殺す。死ねえよ。だったら人の目を見て話せ。それは拒否するべ。ああ、流星群の観測会があるんだっけ？え、うん。いいよ。最初からイサキを手伝おうって決めてたし。だけど大丈夫。もうすぐ東京競馬場でどでかいレースがあるんですの！残ったこの金、100倍にしてやりましたよ！今日子供たちが仮装行列してたよ。私も子供の時ああいう仮装したかったな。すっごく可愛いんだもん。あなたの心はどんな風に聞こえるかずっと期待してたの。だけど猫の心はやっぱりニャーニャーなんだね。やっぱり。え？やっぱりあなたは大丈夫みたい。触れられても嫌な気持ちにならない。人を呪わば穴二つ、契約を交わしたらあなたも地獄に落ちる。お前ら不純異性交友？あ、違います。そうか、じゃあなんだこれは。突然やってきた私の話を聞いてくれて、信じてくれて、一生懸命守ろうとしてくれた。だからありがとう。私の本当の居場所を探しに。大丈夫です、何があっても戻ってきます。だって私強いですから。宮村が家に来るようになってから結構経つのに、
下の名前がわからないなんて。出席簿は先生が持って行っちゃうしな。アインクラッドで手に入る約100種類の調味料が味覚再生エンジンに与えるパラメーターを全部解析してこれを作ったの。ダーリンとならうまくいくかもしれないって思ったんだけどな。君と一緒になりたかった。白丸先輩も一緒に。不純だ。こっそりイチャイチャする気だろう。一緒にいる方の身にもなれって。死んでしまうわ。お願いですか。あの先生、私先生のこと面白くしよう。楽しくしてても辛くても同じ朝が来るんだからね。ここに会を発足します。俺、太ければ太いほどいいっていうか、3桁でもいいというか、こうだんだんになってるのがいいんだよ。違うよ、感動してるんだ。やっぱりプロの仕事だって。細かい仕上げも俺がやった時より全然良くなってる。ようこそソフトテニス部へ。僕は副部長の普通凛太郎、2年 D 組、よろしくね。まともな人間じゃモニターを引き受けてくれないから。開発元が悪用する気満々だから。一つ教えといてやろう。確かにお前は強キャラだけどな、今や人生というゲームを楽しむことに関してはお前よりも俺の方が上なんだよ。伊咲さんはかっこいいんです。伊咲さんは僕にはすごく眩しい人です。